はい、毎度タカでーす。今日はですね、テレビ大阪主催の屋台フェスに、2日続けていきました。1日目の夜の日です。こちら切り替えチケットですね。大阪城綺麗でした。まあまあまあ人おって、まあ、ちょっと帰りは、夜景が綺麗かったんでいろいろ映して帰りましたと。まあ、今回まあ屋台フェスに行ったのもちょっと初めてだったんですけども、まあちょっと今こういう状況の中なんとかやってくれてよかったなと思います。1日目は唐揚げを食べました。まあ味はほんま美味しいだったですね。2日目なんですけども、2日目は地下鉄から、行きましたと。まあクールジャパンの方はまだちょっと今やってないんですかね。まだちょっと2日目昼に行ったんですけども、結構遠かったですね。たこ焼きのなんかこういうこの子供が遊ぶところもありましたし、まあにぎわってました。2日目はジェラートを食べました。こっち日本一みたいでものすごく美味しかったです。皆さんこういうまた、姿へどうでしょう。大きにThank you.